はい、ではですね、ロウソク足の解説をします。3つの、2つかな主にペンを使います。えー、っとね、まずは、陽線を描きますよ、陽線。陽線っていうのは、こういった赤いバーで、中がグニャグニャグニャと塗られている形 だと思います。こういうのは見たことありますよね。で大体こうひげが出ていてこんな形見たことありますよね。じゃあまずはこれのそれぞれの呼び名が分かんないといくら私が教えてももしくはあのいろんなね本を読んでも呼び名が分かんなければとりあえず何を言ってるのか分かんなくなりますので呼び名を覚えておきましょう。まずここですね。えっ、ー、とここここの下のラインを初音と言います。 初音ミクちゃんじゃないですけどね初音ですよ初音でここが終わり音ですですから例えばこれが1時間のチャートパーだとしたら12時から13時の間の1時間足だとしたら12時ジャストに ここから始まりましたってことですよね。で13時になった時にここで棒が確定しましたよってことになります。初根と終わり根、えー。陽線ですから初根よりも終わり根の方が上に向かうのは当然ですよね。はい。でえっ、ー、とこの、えー、このひげひげのことですけどもこここのね実体を飛び出したひげっていうのは何かっていうとこれ高値って言います。この12時から13時の間で。 ここからここで始まったんだけども12時から13時の間であのいろんなねこう価格をつけると思うんですけどもこの始まりね終わりここですこの一番高かったところこの時間の中で一番高かった瞬間をここで示してるんですねですから一番高かった瞬間が初値と終値の間で収まってた場合はこのヒゲがないってことになりますね。 でこちらの方も高値安値ですねそれに対して安値というふうな値付けですそれは12時から13時の間でいろいろチャートは動いたんだけども一番安かったのはここですよってことですよねはいえー、と以上がチャートの説明ですけどもこれ全体を赤いのを陽線と名付けています 以上です。えっと、2分半ほどお話し,しましたけれども同じことが誰かに説明できるまでこれは記憶してください。